加藤もゆのもゆるラジオ。ラジオの向こう側の皆さん、こんばんは。改めもはゆう。深夜0時を迎えたシンデレラタイムのこの時間、加藤もゆのもゆるラジオ、略してもゆラジのお時間がやってまいりました。この番組ではアニメゲーム大好きなシンガー加藤もゆがお届けするアニメカルチャーに特化した音楽ラジオ番組となっております。皆様のお便りのご紹介、リクエストコーナーを交えながらのんびりとこゆい30分間を過ごしていけたらなと思っておりますよ。加藤と一緒に深夜のもゆるひとときを過ごしませんか。はい、というわけで改めましてもはゆう、加藤もゆでございます。第57回目の放送がスタートいたしました。いやー、57回目ですって、早い。それでちょっと自分がすごい、これもゆらじもかれこれ2年ぐらい放送してるんですけれども、もゆらじ史上初、7月17日に57回目放送という七尽くしの日なんでございますよ。うわー、素晴らしい。私自身がこう7という数字にご縁があるというわけではないんですけれども、私の大好きな方が7様なんですよ。だから7という数字が個人的に好きになっちゃっていて、ちょっと嬉しいっていうだけの話なんですけど、で7月といえばですよ、あの7月の7日にですね、あの一応私加藤が活動を始めて丸々3周年を迎えました。いや、皆様いつも応援してくださりありがとうございます。で、7月の7日は私はなんかその自分がそう活動してきて3年になったなーってなんとなくこう思ってたっていうか、もう3年も経っちゃったんだなーなんて思ってたわけでございますよ。そうしたらですね、7月の7日にすごく嬉しい嬉しい嬉しい、とっても嬉しいお知らせが舞い込んできたじゃありませんか。皆様ご存知でしょうか。あの、私は7様が好きなのでね、あのみんな知ってて当たり前でしょみたいなことは言わないですよ。私がただただ大好きなだけなんですけど、いや、水木奈々さんが、ご入籍をされたということで、いやー、なんかすごくおめでたくてですね、多分7月の10日に、私加藤は、市川うらら FM の今日もうららか市川うらら FM ですっていうお昼の帯番組がございまして、その生放送ですごくその話をしたのもありますし、皆様からたくさんのお便りをいただいたんですけれども、本当に嬉しかったんですよ。で、ご入籍時代は7月の6日だったそうなんですね。あの、奈々様のスマイルギャング聞きましたか。こちらもラジオ放送でございますけれども、本当は7月7日に入籍したかったそうなんですが、あまり良くなかったんですって。その退案と共引きに何かこう新しいことをスタートしたりとかするのにはいいよっていう伝えが水木奈々さんのご自宅ではあったようで、ちなみに波動機もそうなんですけど、何かをやるにつけては退案、もう絶対退案を選ぶっていうのが私もあるんですけど、その7月の6日が先負けでしたっけ、読み方合ってますかね、だったそうで、これは負けちゃうっていうことで7月7日、7月の7日が先負けになっちゃっていたから7月の6日の友引きにしたっていうお話を聞きまして、もうこれから先末永く幸せな、なんていうんですかね、結婚生活そして音楽生活を過ごしていただきたいなって、私は個人的にものすごく奈々様の幸せを願っております。あの7月7日がね、まあ、自分的にはその3年やってきたんだっていうその感慨深さに浸ってた部分があったんですけど、そんなことどうでもよくなっちゃって、奈々様が結婚したみたいな、それだけで私は非常になんかすごく喜んでしまっていた、先週でございました。なんか7月はね、梅雨入りして、梅雨明けがなかなかせず、ものすごく急に寒くなっちゃったりとかもしておりますので、皆様どうか体調崩さぬようにお過ごしくださいね。そんな57回目のもゆラジは、皆様大体予想がついていると思いますが、私の大好きなアーティストさん特集になりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今宵私と一緒にちょっぴり夜更かししてしまいましょう。音楽よ、オラに元気を分けてくれ。は
い、こちらのコーナーはですね、4月より発足いたしました期間限定の企画でございます。まあ、暗い悲しい話が多いこのご時世ではございますけれども、聞いてくださるあなたが楽しく元気になれるようなあなたの大好きな曲を大募集してお届けするコーナーとなっております。皆様ちょっと空気を読みすぎなのではっていうぐらい、あのアーティストさんのお便りが多かったんですね。私はすごく嬉しかったんです。だから今回はこのお便りをご紹介しようかなと思っておりますよ。ラジオネームたかたかさんからいただきました。いつもありがとうございます。はとむえ様もはゆーもはゆー。最近はもえ様のライブの開催もなくて、なんだか物足りない日々が続いております。私もすごく物足りない日々を過ごしております。でライブといえば、ここで宣伝挟むのもどうかなって思うんですけど、7月の25日にライブが4ヶ月ぶりに決まりました。田畑マリールーさんというところで開催になるんですけれども、時間も7時15分から7時45分、30分間ぐらい歌わせていただけるので、よろしければ遊びに来てください。なんか入場制限もあるようなので、ご予約いただいた方が確実にお入りいただけるかなと思っております。いろいろ注意事項もありますので、その注意事項もツイッターやらホームページやらに載っておりますので、そちらでご確認お願いいたします。というちょっとね、間に挟んじゃうっていうことをしてしまったんですけれども、お便り続き読んでいきましょう。萌え様の大好きなシンガーといえば水木奈々様ですよね。その通り。私自身は水木奈々様の楽曲をそれほど深く知っているわけではありません。正確に申し上げますと、萌え様がライブステージで歌唱されるのを聞いてから水木奈々様の楽曲を聴くという順番になっております。萌え様のステージはいつも素晴らしかったですね。わー、本当に嬉しいです。ありがとうございます。今までの萌え様のステージで水木奈々様の楽曲をカバーされた中で、私の大好きな楽曲ネバーサレンダーを流していただければ幸いです。この楽曲を歌唱された萌え様のステージの記憶が鮮明に刻まれております。よろしくお願いいたします。そしてこれからも健康に気をつけて、ハトを萌え様らしく頑張ってください。萌えラジオこれからも応援してまいります。いただきました。ありがとうございます。ネバーサレンダーは私初めて聞いた時に一耳惚れしてしまって、なんかものすごく感動しちゃったんですよ。で、この楽曲が配信というか発売されたすぐに、私コンテストライブみたいなのがあったんですよ。で、そのコンテストライブでどうしてもこのネバーサレンダーが歌いたくて、カラオケ音源を探しに探しまくってお借りして、それで歌った記憶がものすごくあります。ネバーサレンダー初めて聞いた時、もう本当になんだろう、なんか魂が震えるというか、そんな感じだったんです。なのでこの楽曲はリクエストしてくださってとても嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ということでたかたかさんからリクエストいただきました楽曲をお届けしていきましょう。水木奈々さんでネバーサレンダー。はい、水木奈々さんでネバーサレンダーをお届けいたしました。どうですか皆さん、どうですかって聞き方もあれかもしれないですけれども、ぜひフルで聞いていただきたいんですよ。私はラスサビからのどんどんこう熱くなっていくというか、こう奈々様の魂のこもった歌声がものすごく好きなので、最後までぜひぜひ聴いてもらいたいななんて思っております。はい、ということでこの楽曲が使用されております作品、魔法少女リリカルナノハデトネーションは魔法少女リリカルナノハシリーズの作品の中で劇場版アニメの第4作品目となっております。2018年の10月19日に公開されまして、2017年の7月22日に公開された前作魔法少女リリカルナノハリフレクションの前編後編の関係となっているので、デトネーションは後編になりますね。はい、でこちらの作品はですね、シリーズがたくさんありまして、アニメ作品ですと魔法少女リルカルナノハが2004年の10月1日から12月24日に放送されて、アニメ1期が放送されました。アニメの第4期まで放送されておりまして、魔法少女リリカルナノハ、リリカルナノハエース、リリカルナノハストライカーズ、リリカルナノハビビットと、ビビットの1年後を描いたビビットストライクなど、アニメ作品が非常に多く展開されております。ナノハシリーズは15周年を迎えたということで、とてもとても長く愛されている作品でございます。でこちらの劇場版のアニメ作品はですね、デトネーションを含めて4作品、漫画は3作品、ゲームも3作品と幅広い作品展開をされていらっしゃいます。でこちらの主人公のナノハには2
2人の主人公が登場するんですけれども、高町菜の葉のキャラクターボイスは田村ゆかりさん、そしてもう一人の主人公フェイトテストラッタはキャラクターボイスが水木奈々さんでございます。15年も放送されているとなると、私最初から最後まで全部見れているわけではなくて、水木奈々さんが好きになった楽曲のきっかけが、私はエターナルブレイズの前に別の曲があったので、その別の曲から水木奈々さんが好きになり、いろんな楽曲を聴いていくにつれて、こうエターナルブレイズだったりとかリリカルなのはに触れ、そして水木奈々さんの出演されているアニメーションに触れていくっていう順番になっているので、私は菜の葉は楽曲が先に知った作品でございます。はい。でこちらの劇場版のデトネーションに使用されております作品ネバーサレンダーは水木奈々さんの38枚目のシングル楽曲となっておりまして、2018年の10月24日にリリースされました。37枚目のシングルワンダークエスト EP と2ヶ月連続リリースされたシングルとなっておりまして、私も2ヶ月連続で手にしました。このシングル、ちょうどライブの出演日とシングルの発売日がドンピシャで被っていたので、いつもこうライブに来てくださるお客様が買ってきますかっていう質問を私にしてくれて、お願いします、後でお金払うので買ってきてくださいってお願いした記憶があります。はい。ネバーサレンダーもワンダークエストも私は皆様にお願いをして買ってきてもらいましたね。ありがとうございます、その説は。はい。で、菜の葉シリーズの作品の主題歌、歌唱、作詞を行っていた菜々様による集大成と言っても過言ではない楽曲となっているのが、このネバーサレンダーとなっております。まあ、歴代主題歌に出てくるキーワードだったり、前作のデスティニーズプレリュードの対になる部分も込められている歌詞となっているので、こうデスティニーズプレリュードも聴いて、ネバーサレンダーも聴いて、歌詞を見ながら聴いて、菜の葉を見て、さらにその作品に触れていただけたらいいなぁなんて思っております。シングルに収録されているゲットバックは挿入歌として使用されておりまして、ゲットバックもすっごくいいんですよ。私このシングルたまらなく好きなので、ぜひぜひシングル聴いていただけたらいいなと思っております。はい。ということで、高々さん、お便りありがとうございました。以上、音楽よオラに元気を分けてくれのコーナーでした。あなたのおすすめアニソン、ゲーソンコーナー。はい。このコーナーではリスナーの皆さんからいただきましたアニソン、ゲーソンのおすすめ曲をご紹介するコーナーとなっております。本日は1通ご紹介してまいりますよ。ラジオネーム氷川ひびきさんからいただきました。いつもありがとうございます。はい。ハトさん、もはゆー、もはゆー。早いものでもゆラジも57回目ですね。57回目がこう7様の7になっているところが非常に嬉しかったです。ありがとうございます。今回は水木奈々さんのスカーレットナイトをリクエストさせてください。ドッグデイズ第1期のオープニングテーマで、物語を始まりを予感させる前奏が流れた瞬間からテンションを上げさせてくれる楽曲。ライブでもこの曲が始まるとテンションが上がります。アニメ最終回での主人公シンクとリコッタの会話シーンは、私が唯一奈々さんの演技で涙したシーンでもあり、楽曲アニメともに記憶に残る作品です。ファンタジーアクション作品ながらも、どなたでも見やすい作品なので宣伝お願いします。いただきました。ありがとうございます。この作品もまた素晴らしい作品なんでございますよ。スカーレットナイトはですね、私すごく好きな楽曲でして、これもね、いろんなエピソードがあるんですけど、喋りすぎると30分じゃ終わらないので、どこかしらで小出しにできたらいいなと思ってるので、今回は割愛させていただきますね。ということで、氷川ひびきさんからいただきましたリクエスト楽曲ご紹介していきましょう。水木奈々さんでスカーレットナイト。はい。水木奈々さんでスカーレットナイトお届けいたしました。はあ、なんかいいとしか言えないんですよね、私この曲。本当にいい作品に巡り合うと、なんて言うんですか、それこそエモいって言葉が流行りましたけど、そういう感情なんだなって思うわけですよ。こう出てこないんです、感想が。いい言葉が見当たらないの、その楽曲に見合う言葉が見当たらないんですよ。なんか素敵とか素晴らしいとか、そんなものじゃ表現しきれないわけでございますよ。だからね、これも私はすごくいい作品なのでぜひ聴いてくださいとしか言えないんですけど、本当にフルで聴いてほしいなって思っている作品の一つでございます。
ということで、スカーレットナイトが使用されております作品ドッグデイズはファンタジーアニメーション作品となっております。ファンタジーとアクションが融合した作品でございますね。2011年の4月2日から6月の25日に第1期が放送されまして、2012年の7月7日から9月29日にかけて2期、2015年の1月から3月に第3期が放送された作品でございます。名前は第2期からタイトルにダッシュがつくようになりまして、ドッグデイズダッシュで、第3期に関してはドッグデイズダブルダッシュというタイトルになっております。でこちらの作品がですね、ファンタジーアニメ特有のこうなんていうんですか、独特な世界設定があるわけでございますよ。なのでちょっと軽くあらすじを説明するんですけれども、ちょっと難しいと思うので、こんななんとなくこういう作品なんだなっていうのが伝わったらいいなと思うんですけれども、まあ、国同士の戦が頻繁に行われている世界フロニアルドでは、まあ、その隣国ガレット獅子団領国からの侵略戦争を受けているビスコッティ共和国という国がございました。もうこの時点ですごく難しいんですよ。国の名前が結構いろいろ出てきちゃうので難しいかなと思うんですけれども、はい。でそんな国の現状に心を痛めたビスコッティ共和国のお姫様がいるんですね。でそのお姫様ミルヒオーレが意を決しまして、国を救う勇者を異世界から召喚しようということになるんです。でここで召喚された方がですね、まあ、日本で平凡に暮らしていた少年シンクという男の子がですね選ばれまして、異世界から召喚されてしまうんです。でここで召喚されてしまった男の子はですね、まあ、変わったルール下で行われている戦だったり異世界の人々との交流を経て、シンクは勇者としてビスコッティを救うことができるのかというお話でございます。まあ、シンクが救うことができるのかどうかはぜひぜひアニメを見てもらいたいなと思っているんですけれども、でこちらの作品のオープニングテーマがスカーレットナイトとなっておりまして、なんと先ほどお届けいたしました魔法少女リリカルナナハの制作チームが全く一緒なんですよ、このアニメーション制作会社がね。なのでそこのリリカルナノハの制作チームに携わったナナ様が作詞とボーカルを参加することになったわけでございます。はい、でスカーレットナイトはですね2011年の4月13日にリリースされました、ナナ様の23枚目のシングル楽曲となっております。24枚目のライブでもすごく盛り上がるポップマスターと同時リリースされた楽曲でございますよ。もうねスカーレットナイトについてもいろんな豆知識というかこううんちくっていうのはあれですけど、そういうのも知ってるので言いたいんですけど、これ言うと本当に1時間番組になるのでちょっと割愛させていただきます。このタイトルにも深い意味があるんですよ。はい、ということでリクエストくださいました氷川響さん、ありがとうございます。以上あなたのおすすめアニソンゲーソンコーナーでした。はい、ということであなたのおすすめアニソンゲーソンコーナーと音楽よオラに元気を分けてくれコーナーでナノ様の楽曲を2曲お届けさせていただきました。この後はですね、私ハトウがおすすめしたい、そしてナナ様がご結婚されたということもありますので、そのご結婚に合ったナナ様の楽曲があるわけでございます。ということでこちらの楽曲をまずご紹介させていただこうかなと思っております。水木ナナさんでマーガレット。はい、水木奈々さんでマーガレットをお届けいたしました。いや奈々様YouTube にこのアルバムがリリースされたんですよ。去年の12月の11日にリリースされたんですけれども、13枚目のオリジナルアルバム、キャノンボールランニングというアルバムが出たんですよ。でこのアルバムの中の9曲目の楽曲になってるんですね、このマーガレットという作品が。でこの作品がですね、このキャノンボールランニング自体に17曲楽曲が入ってます。でその一曲一曲をナナ様がコメント付きでご紹介した動画があるんですよ。ぜひ YouTube で検索してもらいたいなと思うんですけど、その中でですよ、この楽曲が結婚式をイメージして作りましたっておっしゃってたんです、ナナ様が。でそれを聞いて、いや今回流すしかないでしょうと思って今回この楽曲をセレクトしたんですけれども、ナナ様がこの花嫁さんが歌う楽曲として作ったっておっしゃっていたので、いやーこれはナナ様がこれからのライブでちょっと歌っている姿を本当に見たいなと私はすごく思っております。ナナ様の楽曲で絶対的幸福論っていう楽曲があるんですけれども、それとすごく悩んだんですが、今回はこのマーガレットにさせていただきました。でちなみに絶対的幸福論のアンサーソングとしてこのマーガレットが位置づけになっているので、両方ぜひぜひ聴いてもらえたらいいななんて思っております。
七ラボからこの楽器一本と自分の歌声一つでこう音楽を作り上げていくってライブが七ラボってあるんですけど、そのライブからインスピレーションを得てこのマーガレットという楽曲が初めこうアコギ一本と自分の歌声とって歌われているので、すごく深みのある楽曲なので、ぜひぜひこちらもフルで聴いてみてください。はい、ということで私ハトムーが個人的にお届けしたかったナナ様の楽曲でございました。ハトムーにモノモース。こちらのコーナーでは私ハトに当てられましたメッセージをドドーンとご紹介するコーナーとなっております。今宵は一通ご紹介していきたいと思いますよ。ラジオネームダベダプータさんからいただきました。ありがとうございます。第56回目放送にて四方明子さんのことを投稿したダメダプータです。ノベルティありがとうございました。大興奮です。次回放送は7月17日で57回。おめでたいニュースも入ってきたことですので、ナナ様について熱く語ってほしいと思います。それではといただきましてありがとうございます。今回ねこのお便りを一番最初に持ってこようか悩んだんですよ。なんで私がこんなに奈良様について語りたくなっちゃったかっていうのを、まあ、多分出てると思うんですけど、最初の方でも薄々ね隠しきれてなかったと思うんですけど、このお便りとかもあったりとか、56回目放送終わった後も奈良様のご結婚が決まった、ご結婚されたっていう報告の後も、もゆう今度は57回目放送だねっていう、別に皆まで言わないけど次回57回目放送だねみたいな、こう7だけをすごく強調して送ってくださるお便りだったりとかメッセージもありまして、私も分かってる分かってる、皆様の期待に応えなければと思いながら57回目放送を非常に考えておりました。この時の原稿を書くほど筆が走った時はないですよ。普段原稿書くの基本的に好きなんですけど、ナナ様のこととなると知ってることも多いじゃないですか。自分が好きなのでね、調べたりもするし、楽曲も一応 iPod に全部入ってるしね、で聞いたりとかすると、あの時こうでねああでねっていうのがあったりするんですよ。それもね言いたかったんですけど、言いすぎちゃうと本当に1時間じゃ聞かないんですよ。だってスカーレットナイトももうちょっと語りたかったんですよ。マーガレットももっと言いたいことあってめっちゃ健康に書いてきたんですけども、もうこの時点で時間が結構ギリギリ危ないみたいな感じになってきてしまっているので、基本的にもゆらじは30分間一発撮りドーンなので、あの時これ切ってもらおうみたいなのがあんまないんですよ。私が言いたいことを30分間なるべく調節してうわーって喋って、それを、まあ、私がすごいとか咳払いしたところとかちょきちょき切ってもらったりしてる感じなので、私が前半に飛ばしすぎるとこういうことになるんです。すいませんね。はい、ということでダメだプータさん、ノベルティ喜んでもらえてとても良かったです。住所書いてあったらノベルティ送りますので、またまたぜひぜひ送ってくださいね。はい、ということで以上ハトモユにモノモースのコーナーでした。ハトモユのモユルラジオンではお便りを24時間年中無休で募集しております。現在のお便りフォームは6つとなっておりまして、お便りフォームは市川ララ FM の公式ホームページ、ハトモユのブログ、そしてハトモユの公式ウェブサイトにて掲載しておりますので、そちらからたくさんのお便りをお待ちしております。そしてツイッターのハッシュタグシャープモユラジをつけてつぶやいていただきますと、ハトがこっそりと言わずに大胆に拾いに参りますので、リアルタイムの感想をぜひぜひお待ちしております。はい、ということであっという間の30分でございます。30分って早いですよね。昔って30分あれば何でもできた気がするんだけどなーって大人になると思います。携帯いじってたら気づいたら30分だし、音楽聴いてたら気づいたら30分ですもんね。だからそういういろんなコンテンツがあるとあっという間に30分だし、萌えラジなんかは今回なんかはね、私の好きなものに関してベラ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 喋ってますので、すいませんね、聞きづらかったりとか非常に早口な部分もあると思いますので、その時にはあれなんて言ってたのって聞いてください。それかブログ毎回レポート書いてるのでこんなこと言ってましたみたいなブログレポがありますので、よかったらそちらも見てみてください。この番組は私ハトモユが毎月第1第3金曜日の深夜0時から30分間お届けしているアニメカルチャーに特化した音楽ラジオ番組となっております。
次回放送はなんとこちらもまた7に縁がございますね。8月の7日を予定しておりますので、少し期間は空いてしまいますけれども、またぜひぜひ遊びに来てくださいね。また皆さんとこの時間を過ごせることを楽しみにしております。それでは皆さん、いい夜を。またねー。